クレアム・ハーマンはアメリカ合衆国の哲学者。ロサンゼルスにある南カリフォルニア建築大学の教授である。以前はエジプトにあるアメリカン大学回路校の教授であった。刑事情学を専門とする現代哲学者であり、西洋哲学の言語論的展開を逆転させようとしている。自らの思想をオブジェクト思考存在論と呼んでいる。 死弁的実在論という哲学的運動の一員であり、他のメンバーには、イアン・ハミルトン・グラント、クアン・タン・メイヤスー、レイ・ブラシエがいる。ハーマンは、アイオワ州アイオワシティに生まれ、同州マウント・バーノンで育った。1990年、メリーランド州アナポリスのセント・ジョンズ・カレッジから、学士号を得た。卒業後、ペンシルベニア州立大学大学院に進み、 アルフォンソ・リンギスの指導のもと1991年に修士号を得た。1999年、デュポール大学から博士号を授与された。博士論文執筆中、ハーマンはネット上でスポーツコラム記者として働いていたが、これにより自らの学術的な執筆スタイルと生産性が高まったと彼は信じている。2000年より、 アメリカン大学カイロ哲学科の教員を務める。マルティン・ハイデッカーの存在と時間における道具分析の解釈を通じて、ハーマンはオブジェクト思考哲学と彼が呼ぶ哲学を展開している。道具分析を20世紀の哲学における決定的な瞬間と捉えるハーマンは、オブジェクトを自律的存在として扱うことを可能にする刑事学の根を マルティン・ハイデッカーに見出している。彼は現象学を用いてはいるが、現象学の歴史には欠陥があると考えており、それはオブジェクトの持つ独立した生を常に従属化させ、我々のオブジェクトに対するアクセスの下に位置づけてきたからだという。カント的伝統とは異なり、ハーマンのオブジェクト思考アプローチは、これまで無視されてきたオブジェクトの現実的性が、 形事情学の復活における、法上な基盤になると捉える。実体と機械原因という概念を強調しつつ、彼はオブジェクトが、他のすべてのオブジェクトに対して絶対的な自立性を持つことを肯定しており、地下に渦もれたオブジェクトの生と隠れた相互作用を、陰誘によって魅了しようとしている。ハーマンによれば、あらゆるものはオブジェクトである。 郵便箱、機体、イギリス連邦、ポパイ、時空、影、月食に至るまで全てがそうである。しかし、現象学に依拠しつつ、彼はオブジェクトに二つのカテゴリーを設ける。すなわち、現実的オブジェクトと感覚的オブジェクトである。この区分により、彼の哲学は、ブルーノ・ラトゥールのフラットな存在論とは異なっている。ハーマンの哲学において、中心的なアイデアとは、 現実的オブジェクトは、網羅不可能だということである。一本のバナナを食べる一人の警察官がいるとき、警察官はこのフルーツの捉えがたい深みを、客体的状態に還元しているが、それは同じバナナを食べる猿や、バナナに寄生している虫、あるいはバナナのなる木に向かって吹く突風でも、同じことが起きている。バナナの存在は世界における純然たる現実であり、その現実は、 人間であれ、他の物体が持つものであれ、それに対するいかなる関係によっても決して網羅されることはありえないのである。ハーマンによれば、この網羅不可能性のせいで、二つのオブジェクトはいかにして相互作用することができるのかという刑事上学的な問題が生じる。この問題に対する彼の解決方法は、代替因果という概念を導入することである。これによってオブジェクトは、 意図の内側においてのみ、相互作用ができるという。ハーマンは、現実的オブジェクトをアクセス不可能、かつあらゆる関係から無限に引き離されたものとして定義しており、こうしたオブジェクトがいかにしてアクセスされ、関係を持つことができるのかと問う。定義により、現実的オブジェクトには直接的にアクセスすることはできない。現実的オブジェクトは、 我々の知識とはとも約不可能であり、認知的であれそうでないものであれ、いかなる種類の関係的アクセスに対する翻訳も不可能である。オブジェクトは間接的に飲み知られることができる。そしてこれは人間に限らず、あらゆるものにとっても当てはまる運命なのである。炎は愚かにも面を燃やす現象学の伝統、とりわけその言語論的展開を断ち切って、ハーマンはある。 種の刑示情学を援用する。それにより、オブジェクトを人間の呪縛から解放し、地下で真空パックされたオブジェクト自体の奇妙な世界について、隠蔽的に暗示している。水星自体、猿自体、コカ・コーラ自体、これらはいかなる関係も届かない存在の地下貯蔵庫で共鳴しているのである。反神論に対する強い共感を表明しつつ、ハーマンは、 新しい哲学的分野である、自弁的心理学を考案し、宇宙論的な心のレイヤーと、ミミズ、誇り、軍隊、チョーク、そして、石ころが有する特定の心的現実を探り出す、ことを提唱している。しかし、ハーマンは、無制限に、全面的な反心論を支持しているわけではなく、ある種の多心論を提案しているのであり、それは、 これまでのすべての制限を超えて膨れ上がるが、すべての実態にまで延長することはないものでなければ、ならないという。彼は続けて、近くしていることと、近くしていないことは異なる種類のオブジェクトではないと、述べ、それらは異なる時点で、同じ実態のうちに見出されるものだという。重要な点は、オブジェクトは、それが存在する限り、半身論が宣言するようには近くしないということで、 あるむしろ、オブジェクトは、それが関係する限りにおいて知覚するのである。ハーマンは、科学主義が人間中心主義的だとして拒絶する。より狡猾な人間中心的存在論は、多くのタイプの科学主義に見出される。科学主義は一方で、人間の意識は何ら特別ではなく、他のあらゆるものと同じように自然化されるべきだと、 主張する。だが他方では、知識というものを世界に対する特殊な関係の一つとして保存しておき、うてやトカゲと世界の関係とは異なるものだと考えたがるのである。他の言い方をすれば、人はあらゆるものと同様に物質の塊に過ぎないという事実に科学主義者は北総えむ一方で、そのような事実を述べる、発話の地位はどこかしら特別だと主張したがるということである。 彼らにとって、無敵は何も知らず、トカゲは全くではないがほとんど何も知らない存在であり、ある人は他の人よりもたくさんの知識を持つという。このようなことが可能なのは、思考には無媒介的な経験を否定あるいは超越するという、得意な能力が与えられているからであり、科学主義者はこの能力を無生物的物体には当然ながら決して認めない。要約すれば、 人は存在などしないという怪しい主張をしつつも科学主義は人間の思考構造を存在論的頂点にまで持ち上げているのである。ありがとうございます。